ノーベル賞受賞者。2004年12月10日、持続可能な開発、民主主義と平和への貢献により、環境分野の活動家及び、アフリカ人女性として、史上初のノーベル平和賞を受賞した。また、ナイロビ大学発の女性教授となった人物でもある。関西学院大学、早稲田大学、青山学院大学、お茶の水女子大学名誉博士。 名前は、出身エスニックグループの菊湯の言葉で、ウォンガリマータイと表記される場合もあるが、これを、菊湯語読みすると、ウェアマエアイとなるため、より言語に近いかな表記はワンガレマーザイとなる。1 9四十年、ケニア中部のニエリの農家の娘として生まれ、アメリカ、カンザス州のベネディクティンカレッジ卒業後、ピッツバーグ大学で修士号、ナイロビ大学で博士号を取得し、 1971年にはナイロビ大学教授に就任した。1977年にグリーンベルトムーブメントを設立して土壌の侵食と砂漠化を防止する植林活動を開始し、1986年にアフリカングリーンベルトネットワークへ解消後、アフリカ大陸全土で植林活動を行い、民主化や持続可能な開発の推進に取り組んだ。 独裁政権下にあったケニアにおいて、公然と政権を批判したことで数度の逮捕と、投獄を経験。男尊女卑が根強かった、当時のケニア国内においては、その自己主張と信念の強さを持つ、異色の女性であったがゆえに、コントロール不可能であると夫が国に訴え、離婚させられた経験も持つ。1997年には、 ケニアの大統領選挙に立候補しようとしたが、所属政党の説得により断念。2001年、オーストラリアのキャンベラで開催された、グローバルグリーンズの第1回大会において、アフリカの現状についてスピーチした。2002年に国会議員となり、2003年から環境、天然資源、野生動物省の副大臣を務め、 ケニアマジンジラ緑の党を設立して代表も務めた。2005年3月28日、アフリカ連合経済社会文化会議の初代議長に選出された。2007年実施のケニア国会議員総選挙で落選した。2005年2月14日から10日間、京都議定書関連行事出席のため来日した際、日本語のもったいないという言葉を知って、 感銘を受ける。同年3月の国連女性賃委員会では、出席者全員と、もったいないと昭和した。同年より、もったいないキャンペーンを展開する。2006年のトリノオリンピックの開会式では、オリンピック旗を掲揚する際の機種を務めた。2009年5月には、ケニアの岩谷茂男名全県大使から、 朝日大受賞の伝達を受け、同年12月には、国連平和大使に任命された。2011年9月25日、ケニアの首都ナイロビの病院で、乱が癌により死去。71歳没。同月28日、ケニアの木場木大統領は、生前の功績を称え国葬とすることを決め、10月8日に、ナイロビ市内のウフル公園で国葬が行われた。 葬儀は、木を使わないでという遺言に従い、特製の棺に収められ、ガスによる火葬に付された。ノーベル平和賞の賞状をマータイと、上院議員時代のバラク・オバマノルウェーノーベル委員会は、2004年度のノーベル平和賞受賞者を発表する席で次のように、コメントした。マータイは、ケニアの圧政的な前政権に対し果敢にも、 立ち上がり、彼女のユニークな運動は、政治的抑圧に対して国内、また国際的にも注意を引くのに貢献した。彼女は、民主的権利への運動の中で、多くの人々にとって、インスピレーションとなり、また特に女性の地位向上を促すのに勇気を与えた。ノーベル平和賞受賞の報告を受けての席上で、マータイは、エイズウイルス陰謀説のうちの一つである、HIV ウイルスは、 生態工学の産物であり、アフリカにおいて西洋の科学者によって黒人を懲らしめるために大量破壊兵器としてばらまかれたとの主張に対して賛成するようなコメントをした。その後マータイは自らの見解を2004年10月10日付タイムマガジンヨーロッパ版にて明らかにした。受賞式のスピーチではこれまでの活動を振り返ると 同時に、アフリカの同胞に対し紛争や貧困を減らし、生活の質を向上させるため共に努力することを呼びかけ、また、アウンサンスーチーの南禁解除を訴えた。ありがとうございます。